はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。シーズンがね、まあ、だいぶ今日もう23日で終盤になってきたから、まあ、そろそろちょっと順位をね上げていきたいなみたいな感じなんですけども、まあ、今日も頑張っていきましょう。これ選出どうしよっかな。ポリツーはまあ持ってく、無道もいていい、で、あと1ファイヤーがどっちかわかんないのと、レヒレがまあ、鬱陶しい。ブルル、ムド、ポリツーはさすがに、ファイヤーちょっと、ってかポリツーが、過労死しかねない。まあ、ドヒド、ムド、ポリツーかなー。初手マンム考えるんだったら、ムドから入ってステロ合わせたいけど、まあ、ポリツーでいいか。いや、無道でいいかな。無道、ドヒド、ポリツー。レヒレは、スカフかなんかメガネかトリックしてくるやつ前提なんだけど。結局なんかさ、選出をさ、どうしてもこいつじゃなきゃ受けれないっていうのから選出していくと、レヒレはなんか、ドヒドで見るのが妥当な感じになっちゃうね。さすがになんか、ウロスと同居してればまあ、ブルルを投げるって話になってくるけど。ドランから来た。まあ、挑発マグストだと思うけど。何から打ってくるかな。マグスト、はい。ポリゴン2、解放者とか覚えない今だけ。まあ、放電でいいや、ここは。解放者とか覚えてほしいんだけどな。まあ、挑発を絡めて、なんか崩そうとすんのか。またね、相手ここね、ポリツの役割対象に引いてから、ポリツに対してドラン投げ直すと、あ、違う。なんか、ポリツが盤面に別のトレースしてる状態の時にドラン投げると相手、いける感じがあるからね。そのルートで、たまに崩されちゃうんだけど。ちょ、麻痺って、お願い。ちょ、麻痺ってくんないとこれ。押されるんだって普通に。再生のタイミングで、挑発押されてさ。まだラスカか。最初の急所まあまあ痛かったな。オッケー。これで再生上から押せるから。まあドランは怖くはないかな。残飯でもないから、まあ最悪土俵の熱湯でも、削り、っていけなくはないね。これ放電のね、3割に頼ってる処理ルートに見えて、放電がまあまあ打てるから、意外と悪くないんだけど。まあまあ、放電連打でいいかな。残飯あるとなんか結構迷宮入りするけどね。まあ、D ダウンして、ドヒド下げて、ポリツ投げ直すときに、なんかそのドヒド引きにマグマストームとか出されると、結構困っちゃうんだけど。Dダウンしてないのはめっちゃ偉いな。引いて満無かな。さすがに放電打ち続けてしょ。あー、ランドロスか。ここさー、ダイアイス打っちゃダメ。それでも勝てそうだけど、このゲーム。まあ、おとなしくいこう。これもうめちゃくちゃダイアイス打ちたいもんだって、剣舞でしょ。いやでもよくポリツェにさ、後投げして剣舞できるよなって話だけど。まあ、さったらレイビー打ちたいけど、なんか事故ってポリツェ殺されると大変なことになるから。あぶねー。あぶねー。こっち引いてるもんねー、後ろに。多分ダイアースじゃないかな。で、こうやったら無道めっちゃ余裕あるから、鉄壁したい。プレス、いやープレス押したいな。ドラン出てくるの前提で。ジェット、はいはいはい。持ち物があとは何かだね。いやー、ひるまないうちに鉄壁するべきかな。弾、まあ木の実食っちゃっても仕方ないけど、てか食っちゃうけど、
すげえな。意地玉とかじゃないのこの火力。剣舞してないで無道にこんだけ入んのマジで。すごいと思うわ。いやー、ここね、プレソーしたいな。ここドラン引きだろ。慌ててドラン引いてくるだろう。いやー、まだ跳ね。オッケー。食らって。いやー、次プレソーしてる余裕だいぶあるけど。あ、でもランドロス対面で処理できんだったら、この対面で処理できんだったら、まあそれでもいいわけだから。プレス打ってもいいか。相手剣舞してない状態でこっちだけ鉄壁してるから。で、チビになったからプレスまあまあ入るでしょ。鉄壁プレスだからね。まあ、それでいいな。ファイヤーとか出てきてもまあ、それなりのダメージは入んじゃない？ OK。ふぅ。じゃあもう一戦いきます。はい。じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。これブリザポスいるから無道を投げなきゃいけないで、サンダーポリツを考えるとバンギが欲しいってなるとドヒドバンギポリツなん、あ、違う、ドヒドバンギ無道なんだけど、レヒレウーラオスって両方いるからね、ブルルも欲しいんだよね。だからドヒドね、キリないからブリザポス困っちゃうな。ブリザポス困っちゃうな。ただポリツの処理は今回、バンギに竜舞がないため、ドヒドバンギを絡めなきゃいけない。ブルルで、ポリツに宿り入れてから引いてバンギっていう動きだったら安定するんだけど、無道とポリツが対面した時は無理だから。ただ、ウラオスこれ、どう考えてもこれ、ハチマキなんだよな。他に崩す駒いないもんな。サンダーとバンギが対面した瞬、じゃあサンダーとドヒドが対面してボルチェンで、ゲロだな、それが。いやー、まあでもこっちの方がなんか、いける気するんだけど。ブルル強いんだけど、僕が雑魚だからブルルは使えないって話で、そうだったら、なんか、使い慣れてるドヒドバンギ武道の戦術で頑張ろうみたいな、風に思ってるんだけど。川から来た。いやー、ここさー、ステロ撒いちゃダメかなー。あ、まあ、ブルル入りでも、この戦術でも、こいつに対しては無力だからね。ステロ投げるところからでしょ。いやー、自信じゃないと思うよ。自信打って無道引いてこっちで、無道でストロで、川もステロでってやると結局、お互い様で、ガバルドンでさ、バンギに対面させてる意味がなんもないから。なんかステロとか、あくびから入ると思うけどな。うまいね。これでも僕が無道に引いてたらね、この人絶対ステロ巻いてくるからね。こういう、ちょっとうまいなって思う人は。困っちゃったな。バンギのヒットポイントはないと、ちょっと話にならないけど。寝させていいのは誰だ？無道か？まあ、まだ無道か。ザポスいないんだったら、ザポスしか役割対象いないし。ここステロなんだよな。あ、オッケー。あくびは良くて。だからね、バンギ死にそうになりながらも、ステロを撒いた価値はあるよ。ブリザポスもね、サンダーもどっちも4分の1入るから。まあ、無道寝かして、物流系をドヒトで頑張ろうって話だけど。相手どっちから来るかな？ステロか。あくび。プレス打ってよくて、ステロ巻く。ここで出してくるのが
何かによるんだけど、誰だろう。ああ、まあ、アドヒド引くべきかな。どっちだ、サンダーか。まあ、ステロ前行ったのは無駄にはなってない。打ってくる技次第だけど、まあでもボルチェンでいいんだよな。だから悩むんだったらボルチェンじゃない気がするけど、10万、まあさすがに1回引くしかないかな。だ、バンギ削れて、もう無理やりステロ巻いたの、バンギ無茶しちゃったからな。これステロも入るし、まあまあきついな。いやー、もう、初手が僕が悪かったね。僕の初手の技選択が悪すぎたね、いくらなんでも。で、10万プラス第3ダーが無理。良くないな。まあ頑張ってダイマックス策を解消するか。いやー、これバンギ疲弊してくな。だから3打弾じゃないから、ドヒドドックは入れても良さそう。で、メガネでもないから火力的に。ダイマは相手切っていない。羽かー。まあまあまあ仕方ないけど。じゃあ自信をしたかったな。気持ちは。これでさー、相手も宅の先延ばしになってんだよな、それ。いや、これでも第3弾耐えんだろう。いや、耐えたところでなー、2発撃たれて、殺されるなー。ちょ、お願い、引こう。こっちも合わせてダイマックス切ってたら、さあ、困るでしょ。だから、一回カバラの引き安定じゃない？ねえ。カバラの引こう。マジ、僕から提案なんだけど。カバラの引いとけば、ね、僕がダイマックス切っても、切ってなくても、いいわけじゃん。一旦。ねえ、僕と約束しようって言ったじゃん。一旦さ、引けば、なんとかなってたかもしんないよ。あー、困ったなー。困ったなぁ。困っちゃったなぁ。いや、君、逆に聞くけど、僕がここダイマックス切ってたの。あはもう。ごめん。それは、無理だわ。いくらなんでも。ごめん、僕が悪かった。ごめんね。変な提案して。僕が悪かったよ。それは君の勝ちだよ。くそ、ふざけんなんだよ、それ。ハガツバサンダーってなんだよ、お前。たまに当たるけどさ。それ多分耐えるかどうかのダメ消しなんだろうね。なんかあるか、勝ち筋。サンダー、第3ダーが無理だから。無理か。きついかな。きついわ。僕が雑魚だった。順位上がんねえじゃん、もう。お疲れ様でした。超悲しいな。